オーバードーズは風邪薬や咳止めなどの市販薬を過剰に摂取することを指し、一部の若者の間で広がり問題になっています。こうした問題は名古屋市内でも起きていて、消防によりますと今年4月から先月までの8ヶ月間で小中学生17人がオーバードーズが原因とみられる状況で病院に搬送されていたことが分かりました。17人のうち大半は少女で、小学生が2人含まれています。今月に入っても問題は続いていて、関係者によりますと先週名古屋市内の中学校から、前日に自宅で大量に薬を飲んでいた女子生徒が救急搬送されていたことが分かりました。女子生徒は命に別状はないということです。 SNS などで情報を得た若者が興味本位でオーバードーズの行為に及ぶケースも多く、厚生労働省は20歳未満への市販薬の販売規制を強化する方針です。また愛知県警は無料の電話相談窓口を開設していて、悩み事や困り事がある際には電話をしてほしいと呼びかけています。